やめてもらっていいですか。なんだよ。路上でやめてもらっていいですか。まだあるよ。まだあれ様だよ。今そういう時代なんですよ。何やってるんですか。やめてください。酒飲んでんで別にいいだろ。やめてくださいよ。好きにさせろよ。お前関係ねえだろ。ここどこだか分かってます。やめろお前。何撮ってんだよお前。それなんだよ。やめろお前。やめろお前。まあ、なんでか。コロナとか知らねえよ。はあ、別に問題ねえだろ。大丈夫だよ。そんな嘘で。インチキ陰謀論。路上で飲む人が増えてるんですよ今。それはみんな飲むだろ。飲みてえだろうけどよ。こんだけうるせえんだからもう外で飲むしかねえだろ。あ、俺だって本当は店の中で飲みてえ。でもそうもいかねえからここで飲んでんだろ。ああ、なんだお前勝手に飲んだよ。わしのこれバカにしたわ。あ、なんだお前やんのかおい。びっくりさせた方にはね申し訳ございませんが、最近うちのチャンネルに路上飲みというキーワードで来る方々が多いということでですね、我がチャンネル路上飲み特に否定するつもりはございません。ただ路上飲みするなら一人でしなさいと。路上飲みの一番いい形っていうのは罪悪感を抱えながら一人で縮こまって飲むことだって倉持くんが言ってたし、俺もそう思う。だからまたみんなで飲食店で楽しく美味しくお酒を飲める日のために、今はね一人でこっそりちっちゃく体育座りで路上で飲みましょう。人がいないところで。そうですね。やっぱ俺ってなんか教師とかに向いてそうだよ。なんか今いいこと言いましたね。今いいこと言ったよね。体育館の裏でそこ吸ってる生徒に注意する先生みたいな感じでお前ハイライト吸ってんのかまずくねえかっつって寄り添う姿勢が、ね、先生タバコダメとは言いません。でももし吸うんだったら先生にも親にも周りの人にも迷惑をかけずバレないようにやりなさい。ダメな先生じゃない。じゃあの